サウディ・ビンラディングループは、サウジアラビアジッタに本部を持つ、ビンラディン家所有の建築複合企業、持ち株会社。なお、アメリカ同時多発テロ事件の首謀者とされるウサーマ・ビン・ラーディンは、ビンラディン家のメンバーの一人であった。ビンラディングループは、サウジアラビアの成長とともに業績を拡大。数々の国家の大型プロジェクトを、優先的に受注するとともに、プロジェクトの値決め自体にも、 大きな影響力を及ぼしてきた。しかし2016年、サウジアラビア政府は、原油安による財政難を受けて、国家プロジェクトの停止や支払い延期を行ったことから、ビンラディングループは、過去に、例のない数万人規模のリストラを余儀なくされた。さらに2017年には、グループ会長のバクル・ビンラディンが、ムハンマド・ビン・サルマーン大大子使が率いる。 新設の汚職的発委員会に拘束されるなど、政府との関係に大きな変化が生じたことが明らかになっている。ロイヤルターミナル、ジッタ・キング・アブデル・アジーズ国際空港、ジッタ・エール、ファイサーリア・センター・マジナ、カシム・エクスプレスウェイ・ウン・アルクラ・ユニバーシティ、メッカ・ロータス・コンプーンズ、ジッタ・リミラ・ノーラ・ユニバーシティ・アブ・ラージュ、アルベート・タワーズ、メッカ・キング・ダム・タワー、ジッタ、 高さ1 6トル、走行費950億円キング、King. アブドーラエコノミックシティジャマラートバシブレイズダヤニア、インターナショナルエアポート、セネガルクアラルンプール国際空港、マレーシアシャールジャ国際空港、UAE ユニバーシティオブシャージャ、UAE。ありがとうございます。